作った誰かへ捧げるように悲しく祈るしかないよ。優しい言葉を抱き消し激しく降り注ぐ来てもいいはずなんだけど、せっかく天界からユイへの花の種を送ってもらったのに、育て方を間違えちゃったのかな。スーレイダバダバー、はぁなんだ、誰かと思えばフロンか。殿下おい、エトナ、俺様を殺す気か。殿下ってば大げさですね。この程度でくたばってくれるならとっくの昔にやっちゃってますって。お前は相変わらずろくでもない家来だな。これでラハールさんはどうやって自分が優れた魔王だってこと悪魔の皆さんに知らしめるんですか。まあ待て、その前に俺様が魔王になったことさえ知らん悪魔が多すぎる。だからまずは魔王ラハール誕生の記念モニュメントを魔界全土に建てることにした。エトナ、はいはい、ちゃんと私のしもべたちに寝食削って作らせてましたよ。プリリタイカモン。エトナ様、これでいいっすか。へえ、あんたらにしては上出来じゃない。自信作っす。おい、なんだこれは。何って、殿下が頼んだんじゃないですか。ラハール像を作れって。この触覚なんて殿下そっくりじゃないですか。いや、顔を似せろよ。すごいです、さんとウリ二つじゃないですか。その触覚のところとか。お前たち触覚以外は見る気ないのか。どこに行きますか。よし、ここにもラハール像を建てるぞ。あら、悪魔さんが出てきましたよ。どうやらここら辺を縄張りにしている連中のようですね。石像を建てられるのを嫌がってるみたいですけど、どうします。殿下、決まっているだろう。邪魔をする奴は誰であろうとぶちのめすだけだ。さすが殿下、血も涙もありませんね。まとめて片付けてくれる。行くわよ。
参ります。いらっしゃいませ。
するとは良い度胸だ。極悪魔王ラハールの横暴を止めるべく、絶世の美少女悪魔エトナが魔界の大地に降り立った。おいこら、家来に迎えた堕天使フロンを盾にして悪魔の猛攻の中を突き進む。ちょ、ひどすぎます。そこまでよ、魔王ラハール。魔界の富も名声も全ては私のためにある。ずうずうしい女だな。次回、新美少女悪魔エトナ列伝第2話、魔王エトナ誕生。新たな歴史が今始まる。嘘ばかりつくな。